カシミヤというものは人の髪の毛よりも細い繊細な繊維です。取れる量が少ないので希少性の高い繊維になります。カシミヤというものは寒い地域に生息するカシミヤヤギから取った原料になります。とても寒い地域に住んでいるので内側の毛が繊細な繊維になっています。他の天然素材とは違って取れる量が少ないので希少性の高い繊維になります。それを 100% 使うとやっぱり 100% ならではの光沢感が出てきて、より優れた保温性と保湿性と、あとさらに滑らかさっていうのが出てきます。ユニクロのカシミヤニットは 100% カシミヤにこだわって開発しています。ユニクロのカシミヤセーターは腕を通した瞬間に肌に馴染むような風合いがあるカシミヤセーターになっています。2003年から販売開始になったんですけれども、お客様の日常に高品質のカシミヤセーターをお求めやすい価格でお届けしたいという思いから開発を続けています。オートマティックに大量に作られていると思われているかもしれないんですけれども、原毛の段階から厳選した剪定を行い、でさらに各工程で職人さんの熟練された技術を持って一枚一枚生産しています。販売当初からユニクロのカシミヤは多色展開をしておりまして、お客様にとっての大切な一枚というのを選んでいただけるようなカラーバリエーションを豊富に取り揃えています。今まで開発したのは多分1000色以上になります。私の着ているこういったブラウン の, ヘザーカラーなんですけども、ただ単に1色で作るだけではなくて、さまざまな赤だったり黒だったり白だったりピンクだったりっていうのをさまざまな色を掛け合わせて、こういった深いブラウンの色味を出してます。でその配色のバランスっていうのも職人さんの熟練した配合があっての色になります。ユニクロのカシミヤセーターはあくまでも 100% カシミヤ、天然素材の 100% をお客様が求めやすい価格でお届けしたいと思っております。今後は今までカシミヤを手に取ることなかった若い方にもぜひお試しいただけるようなカジュアルな色構成を持って開発し続けたいと思います。